はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋みともです。はい、今回は、ウーターマン Z 13話、14話、ウーターマンセーバー34話、キラメイジャーの14話の15話、そしてポケモン2019の38話と39話です、の感想でなります。ということで、まずはウルターマン Z の方からですね、やっていきたいと思います。ウルターマン Z、13話がカネゴンが出てくるという回でした。いろいろあーこうだったなーってハルキ君が考えながらやってましたっていう回ですね。福地さんはそれを見た感想的いくと、まあすごかった。その回カネゴンが食べるんだけど、いろんな作戦で出すところ、ちょっとそれがあの昔 の, あのウルターマン太郎みたいな要素あって、ちょっとそこ面白かったですね。っていうのが、13話の感想でございます。そして14話が、ブルトンが登場したという回ですね。で、ハルキ君のお父さんに、あの大きくなったハルキ君が会うっていう話でございますが、でも似た感じ、いい感じでしたよと思いました、僕は。そして思ったことが一つありまして、なんか久しぶりにあのフィギュア、ブルトのフィギュア作ったっていう話でツイッターが話題になってましたけど、そうだったんですね。びっくりしました。ごめんなさいね、これ夢、あの僕のあれなんで勝手な感想ですけど、大会中バトル以来出てないんじゃないかなと思いましたね、多分。あの間違ってたら、間違ってるよとかコメント欄で書いてください。はい、次ですね、仮面ライダーセーバーの3話と4話です。ちなみにテレビでは3章とか4章って言ってますが、分かりにくいので、3話と4話にしました。区別つく。3話で、なんだろう、剣士が出てくるっていう話、小津で剣士が出てきたよっていう回なんですよね。その回見て、すごい回だなと思いましたけど、あと思ったのは、一回会ってる人の記憶ないっていうのがちょっと気になりますね、主人公の。ちょっと腹、すごい腹ぐじぐじしてるので、ちょっと音声聞き取りなかったらごめんなさい。最近寝てる場所が決まっております。そんな感じで、これ急いで撮ってるのですいません、いつもと違う形です。で、それが3話でしたね。てか15年前の記憶がないっていうのもびっくりしましたけど、まあ、とにかくそんな感じでしたということで、4章では、小杖健一の、子供がいなくなって激怒するっていうシーンから始まるんですが、まあすごかったねーっていうふうにして、あと僕思ったのは、いろんな人を起用してますが、最近主人公がちょっとやらかして、芸能界から干されるんじゃないのって、なんか記事書いた人がいますけど、文集だかどっかの記憶正しければね、それちょっとあれだなと思いましたけどね。そう書くのちょっと、まあプライベートのところをさ、ズゲズゲ行くのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますけど、誰とは言わないけど、ある人です
引退騒動までになった人いたからね。まあそんな感じですかね、見てて。ああで、セーバーの感じはそんな感じですね。で、ポケットモンスターの38話と39話ですね。38話が、ごめんなさい、記憶がないと、あ、奇跡の、化石のポケモンの話だったんですね。いやー、小春ちゃん、まあ、まあ、あのポケモンの方にポケモン気になってる感じだなーって思いましたね。でその後になんかあの情報出て、あの金曜日に移りますよって、多分今もあれすると思います。金曜日に移るっていうことで皆さんバーって上げてたけど早いですね。まあ情報不足もありますが、放送し遅い地一周差っていう感じですね。そして、でもサリガチャでコハルちゃんそうなったからびっくりしたっていうのもあるけど、まあとにかくそれが38話の感想です。で39話ですごいですね。単調できてごめんなさい。要は39話斎藤さんとサイバードルっていう回で、びっくりしたのは対馬っていうキャラクターいて、それが斎藤ちゃんの知り合いだっていうのがびっくりしたっていうやつでした。でも次からの一応ポケットモンスター、2019ソード&シールド編になりますということで、実況もそうしたいんですが、あのさっきも言った通り金曜日に移るため、金曜日にゴールデンタイムに移るんですが、見逃し配信をやるのかちょっとわからないので、ちょっとそこだけ保留です。なので、今まで、日曜日に更新してましたけど、もしかすると、次の大会は金曜日から始まって、金、土、日っていう感じになるんでしょうね。やる仕事多すぎるよ。どの階からおしっこしちゃうんですかね。俺も分かってないです。とにかく、楽しみすぎる中の人であります。ということで、2つ、なんだっけ、ウルトラマンジェットと仮面ライダーセイバーと、キラメージ。キラメージ言ってねえよ。今、キラメージは言ってなかったです。ごめんなさい。ポケモンに行ったんで、キラメイジャーですが、キラメイジャーの、まあ、24話は、バンドをやる。バンドをやるかいという感じでしたが、いやー、あれ、ちょっと、東映さんあんなにして大丈夫なのと思いました。なぜそう言うかというとですね、見てて分かる人は分かります。イシダンっていう、つまり仮面ライダーゴーストの時の騎士団とちょっとそっくりすぎて、っていうような
そうなったらすごい共演してほしいですけどね。引っ掛ける東映さんすげえと思いながら見てました。で、今日の放送回ですね。では、ニコさん登場かと思いきや、新幹部だったっていう話だったとき、ウプヌシさんの感想、何これーと思いました。という感じで終わりたいと思います。ざっくりした感想でしたね。まあこんな感じで動画も上げていきますし、ここで、まず、なんとかお知らせかけておきますが、10月からはですね、一つのチャンネルに出、一つ以上のチャンネルに出たいと思います。さあ、これどういう意味なのか、皆さん、楽しみにしててください。ここらは真は言いません。が、一つ以上のチャンネル、つまりこれ以上のチャンネルに出るっていうことです。それだけお知らせしたいと思います。ということで、動画は終了させてもらいます。が、もしかするとどこかで実は感想を言ってたりしてたんですね。それの答え合わせします。実は一回ツイキャスで感想的な話をしたんです、もうその時に。ですが、それはちょっと諸事情であれしましたとさ、動画上げたけど、メタ話してましたとさ。ということで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。